はい、これは第4週のビデオの、4つ目のビデオになりますね。はい。で、ではですね、いよいよその実際の授業の例をご紹介する、ご紹介してみたいと思います。ここではですね、まあ先週の動画でもご紹介したバイク用の地図を買うことができるっていう、そういう CDS をさらに4つの CDS に細かく分けたものですね。それぞれについて一つ、授業の方法を、ご紹介していきたいと思います。最初は1番からですね。はい。1番は、本屋の中で地図を置いてある場所を見つけることができる。こういう、CDS ですね。はい。ちなみにですね、これ、バックワードデザインなので、まず最初に評価、テストの方法を見ましたね。こんなテストでした。こういうふうに地図っていう言葉を選べればいいわけですね。で地図の売り場に行ければいいので、地図っていう言葉を漢字で書けなくてもいいですし、発音も必要ありませんので、ひらがなで書ける必要もありません。これはですね、よくある学習用の日本地図なんですね。いろんな県の名産部、名産とかですね、そういうのが可愛いイラストで書かれています。まあ、インドでは別にこういうぼかしを入れなくてもですね、無料の教育目的の二次使用っていうのはできるんですけど、このプレゼンテーションはそのクリエイティブコモンズにしているので、こういうぼかしを入れています。教室の中ではもちろんそのインドでも日本でも本物を見せることができますね。まあ、本物の写真を見せることができます。で、つまり本物の写真をスライドに貼ってそれを見せることも教室の中ではできます。はい。でまず日本語学習者でしたらですね、おそらくほとんどの人はこれを見たらこれが日本の地図であることは認識できるんじゃないかと思うんですね。で、その状況でこの一番下の方に書いてある日本地図 Map of Japan という、部分に、注目させるとですね、日本地図っていう漢字が Map of Japan という意味であるっていうことはもうすぐにわかるんじゃないかと思います。で、その学習者がですね、もしそのもう日本っていう漢字を知っていたら、そしたらその地図っていう言葉の意味は、もうここからすぐに理解できると思いますね。で、もし、想像できなかったら、教師が教えてしまってもいいわけですね。この地図っていうこの漢字を指さして、これがマークですよっていうふうに教えてもいいわけですね。で、ちなみにですね、この前のビデオでもちょっと話したクラッシェというその、第二言語習得の世界ではとても有名な研究者の人がですね、まあそういうふうに地図っていうこの漢字はマップっていう意味ですよっていうふうに、明示的に説明しても、まあそれは言語習得には、言語習得には結びつかない。つまり、はっきり先生がこの地図っていう漢字はマップっていう意味ですよというふうに、教えても言語習得になりませんという、そういう主張をしているんですけど、まあ、今のところですね、日本語教育の現場ではあまりそんなに支持されていないように思いますね。とは言ってもですね、明示的に教えないことが大きな問題であるわけではありません。で、その大量のインプットで、その何度も見せるうちに自然に気がついてくれるっていうのが一番自然な習得なんではないかと思います。で、大切なのは前にも言いました通り、大量のインプット、理解できる大量のインプットですね。はい。まあ、もしですね、明示的に地図っていう言葉を説明しない場合は、さっきの日本地図とこの世界地図を比べて、共通する部分どこですかというふうに、そうやって見せるのもいいかもしれませんね。で、地図っていう言葉を見つけ出すことができるようになったら、こういう写真をたくさん見せて、地図っていう漢字を指さしてもらうといいと思います。大量のインプットが必要なので、たくさんの地図の表紙を見せて、地図っていう言葉、地図っていう漢字を指さしてもらいましょう。しかし CDS はですね、書店で地図を買うことができるということですから、新聞記事の中から見つけるような練習ではなくて、なるべく書店で売っている地図の表紙などがいいと思います。ね、まあこういう練習をしていくと、これは前にもお見せしたテストですけど、こういう、こうしたテストでも正解ができるようになるんじゃないかと思います。次のビデオでは、ここの、CDS の教え方の注意から、説明してみたいと思います。